決勝だぜー。決勝の相手はドミニカか。またハーパーがいるかも。ワールドチャンピオンシップベースボール決勝戦の模様をお送りいたします。日本の先発は左の岩瀬。じゃ、岩瀬が先発かい。いい経験になるだろうからな。この両投手の先発が発表されています。さあ、歴史に名を刻むチームは。やっぱりハーパーいるな。日本、ついに世界一の栄冠をそれでにつかみました。歓喜の瞬間です。待たせたな。前回は優勝できなかったからな。いけはボケ。ふん、もらっていってやろう。これ久々のトロフィーだぞ。今日は願いがこのブルースタジアムで結実しました。最高の世界一おめでとうだぜ。見事世界一となった日本、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。さあいっか。うちは今即戦力野手を募集中だ。能力に自信があるやつはバンバン応募してこい。ベストナインかなり多いな。横浜クビになってたリッキーってやつもいるな。 MVP は張本だ。あのリッキーってやつやっぱり優秀だな。うちも取ればよかったかも。238年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番ファースト、オウ。2番ショート、石井。3番セカンド、坂倉。4番サード、村田。5番レフト、張本。6番ライト、新庄。7番センター、藤枝。8番キャッチャー、梅野。続いて投手陣。先発調子次第、小塚。先発調子次第、高宮。先発調子次第、平下。先発調子次第、土肥。先発調子次第、岩瀬。先発調子次第、丸岡。中継ぎビハインド、浅野。中継ぎビハインド、伊藤。中継ぎ接戦地、豊田。中継ぎ接戦地、古澤。中継ぎ接戦地、マルティネス。セットアッパー、山口。クローザー、森笠。留学選手が帰国。大島ツーシーム覚えて帰ってきた。他の伸びはいまいちだな。強打パワーがめっちゃ伸びたぜー。こいつは正直まだまだだな。コントロールと変化量をまだ磨きたいな。強打はあとはミートだな。打撃が上がっていい感じにはなってきたな。戦う顔して頑張るんやで。チケットガチャの時間だー。そろそろ使えそうな助っ人出てきやがれ。全然ダメだ。雑魚どもが。高宮んごー。マジかよ。高宮期待されて中継ぎじゃなくて先発ローテで使われてるのに。さすがにこの赤徳の数は予想外すぎるだろ。これじゃ横浜時代の高宮なんですが。とりあえず今年1年は我慢して使うぞ。山品は悪くない能力。エラーはあるがまあよかろう。新たも悪くはないな。高宮を見た後だと全然いいな。あの赤徳の数は久々だしな。
もいけるやん。結局高宮以外は全員使えるレベルだな。高宮も基礎能力はいいから。今シーズンもこのお時間。今年の相手は日ハムか。相変わらず楽天と日ハムが多いよな。阪神タイガース日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は北のノーヒッター村石、対するタイガースの先発は生まれ変わった死神岩瀬。以上の両先発。おい岩瀬まさか。おいー何やってんだよ。岩瀬のヒットピッチングだったのに一気に崩れたな。リリーフ陣も打たれたな。情けない。今日は勝ったでー。大よくやった。さて本日の大勝やでー。小塚はホームランも打って完封か。武藤雄大活躍。これで大津が明日決めろ。サンキュービッグボス。日本一だ。日本一の栄冠に輝きました。歓喜の瞬間です。329、330、331、332、333、334。岩瀬は初戦のリベンジを果たせたな。完封で日本一決めてくれたで。まあまだまだ岩瀬は課題が多いだろうからな。しっかり育てていくぞ。ついに日本一までたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となったトラホー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。さあいっか。うちの野手不足は依然として継続だ。こういう時に役に立つはずの助っ人もさっぱりだからな。今年の天聖期待しているぞ。実況担当は堂前秀夫。去年より一つ勝ちが増えたか。まあ今年は無理やり高宮を使ったからよかろう。でも防御率は良くなってるな。他の奴らが頑張ったんだな。打率は少しだけ下がった。まだまだだな。リッキーベストナインやんけ。やっぱりあいつ有能だったか。MVP は王だぜ。二冠王か。てか高宮新人王ダメだったんかい。せっかく中継ぎの予定を変更してまで先発ローテで使ったのにな。王は圧倒的。高宮どんまい。小塚おめでたし。村上厳しいか。クビだな。やっぱり藤枝じゃしんどいかな。前田がそこそこ打ち始めたな。一年使ってみたらいい成績残すかもな。もっと若手の有能野手を取らねえと手遅れになるな。野手の年齢も上がってきてるからな。投手陣は言うことなしだな。山口の防御率は悪いけど年だからしゃあない。高宮一応二桁は勝てたか。こいつはとりあえず赤得を減らさねえとな。基礎能力がいいだけにほんともったいないよな。岩瀬も二桁勝利は達成。スタミナは C になったが成績はまだまだだな。変化量がもう少し伸びてくれたらな。伊藤か。こいつは別に構わんな。吉川。
こいつは今年結構打ったからな。ドヒガポスか。生意気な。守備走塁コーチを変更だ。村上今までお疲れさんだぜ。選手の契約更改。福岡は首。衰え的にここまでか。中村は引退。便利屋として控えで活躍してくれたぜ。鍋島は首。今までありがとな。山根も首。赤徳が多かったからな。荒金は引退。あまり出番はなかったな。以上だ。大留学か。よかろう。ナックルだな。四玉削除だ。高宮の支給を消すためか。さあ今年こそレジェンドやしかもん。見ていくぞ。いきなり見ましたー。年齢的に微妙だな。ちなみに今回も大物ルーキーを使っているぞ。おお、今年は一体どんな大物がいるのかな。杉内だー。杉内は悪くねえな。だが今回ももっといいやつがいるからな。これは期待ビンビンだぜ。ダルビッシュだー。ここでダルビッシュが復活か。最近チームがたるんでるから復活してきたんやろな。ここで復活したからには絶対こいつを取って500勝超えを達成させるぞ。王のホームラン通算1位チャレンジに続いてダルビッシュの通算500勝チャレンジか。結局今年もレジェンド野手は出るか。先生は全員投手だったからな。モブはパッとしねえな。大物ルーキー効果があるけど厳しそうなやつばっかり。こいつはマシな方だな。ミート以外いいな。
ドラフト1位はダルビッシュだ。何球団競合するかな。ヤバすぎうちー。19球団競合か。頼む当ててくれー。これだ。きたー。ふん。ヤクルトはすぎうちを一本釣り。ミマはカープか。ドラフト2位はこいつ。3球種持ちは大物ルーキー効果でかいからな。ドラフト3位はこいつ。打撃以外はいい感じに上がるな。ドラフト4位はこいつ。こいつはバランスいい能力になるな。以上だ。さあ大エースダルビッシュ楽しみだぜー。ダルビッシュは大物ルーキー効果ですげーことになるな。今回はマジで500勝狙わせるからな。関の記録を超えて通算1位になるんやで。赤川もいい感じになりそうだな。赤得次第だけどな。金子は打撃が伸びればワンチャンあるぞ。しっかり育つんだな。慎吾はどうかな。なんか思ってたより能力低そうだな。美馬はカープか。ちゃんと育てば FA で取ってやろう。杉内も育って FA してほしいな。杉内は使えるだろうからな。今までのダルビッシュは3位と6位か。絶対500勝達成しろよ。今のチーム状況でどれくらい勝てるかやろな。帰国選手はなし。ドヒメジャー行きたいのか。ダルビッシュが入ったがお前は出せねえな。ドヒはリリーフでもいけるしな。来シーズン怒りの FA をせずにまたトスしたら考えてやろう。おお、来シーズン承認されるかも。だが怒りの FA したら許さねえからな。さあドヒの来シーズン注目だぜー。さあ FA だぜー。伊藤は生え抜きじゃねえからな。お前はもう出て行っていいぞ。ダルビッシュも入ったしな。能力いいけど成績はいまいち。こいつの方が成績いいな。かなりいい成績だな。まあ普通だな。このレベルはいらないかな。吉川今年は代打で打ったけどな。キャッチャーはこいつ抜きだと2人だけだからな。一応こいつは確保だ。交渉は吉川だけだ。お前はまだキャッチャーの控えと代打として必要だ。年俸3億3400万。なんでや。2年契約で背番号もくれてやる。もちろん残るよな。吉川残留だぜー。伊藤はカープに行ったから保証でこいつをいただくぞ。パワー以外結構いい能力だな。しかも晩成か。他はこんな感じだ。岸首か。先発は今はいらんからな。マクガフも首。いらんな。
この助っ人まあまあいいな。結構年だけどな。先発いないところは取りそうな能力。ビエイラやんけ。懐かしいな。ハンディ亡命希望。お前はもう出て行っていいぞ。育成は時間かかりそうだしな。獲得はなしだ。留学は湯沢と立ち払おう。アメリカリーグだ。若手はしっかり成長しないとどんどんいい選手が入ってくるぞ。さあダルビッシュ1年目は何勝できるかな。ダルビッシュの加入で先発陣は大幅強化されたな。だが今うちに必要なのは野手だ。この勢いで野手の転生も期待しているぞ。続く。